つまり全てが全て思い通りにならない方が恋愛を楽しむことができるということなんですよ。皆さんこんにちは、りゆきです。今日は彼が手放したくないと沼ってしまう女性の特徴というお話をしていきたいと思います。恋愛において夢中になるとは沼るという状態ですよね。この人しか見えないという思いになるということです。女性の皆さんはこのように男性を沼らせてみたくないですか？そこで今回は男性がいつの間にか沼っちゃう女性の特徴についてご紹介していきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきます。りゆきさんこんばんは。はい、こんばんは。私には付き合っている男性がいます。その男性をもっと夢中にさせて私だけのものにさせたいです。男性を沼らせる男性心理を知りたいです。よろしくお願いいたします、というご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね。逆にいつも好きな男性に沼ってしまい振り回されているという女性って結構いますよね。女性は男性に尽くしてしまう人が多いですからね。だからこそ逆に沼ってほしいですよね。なので今からいつの間にか男性が沼ってしまう女性の特徴をご紹介していきます。男性が手放したくないといつの間にか沼ってしまう女性の特徴5選です。まず1つ目です。1つ目は LINE が淡白で変則的になります。その女性と会っている時、男性はこの子俺のこと好きなのかな、このように思わせるほど距離感が近かったりするんですが、 LINE がとても淡白で LINE が変則的にしか来ない女性です。男性はこんな女性に最終的に沼ってしまったりするんですね。男性にとってそんな存在は気になってしまうからです。ですからデートをしている時は好きオーラを出して LINE は淡白にして変則的に緩急をつけるといいですね。 LINE を淡白にするとは田んぼにするとか絵文字がなかったりする感じがポイントです。そして2つ目です。2つ目は難があるになります。例えば皆さんが飲みたいと思えばいつでもどこでも飲めるビール、これと暑い炎天下で汗をかきながら我慢して頑張って臭み死にをした後のビール、どちらが美味しいでしょうか？当然後者ですよね。人は簡単にどんどん願いが叶っていくより、ある程度難があった方が絶対に面白く感じるんです。ありがたい、すなわち難があるということなんですね。恋愛も同じなんです。全てが全て自分の思い通りになるパートナーにハマりますか、ということなんですね。おそらく男性はそんな恋愛だといずれ飽きてくると思います。つまり全てが全て思い通りにならない方が恋愛を楽しむことができるということなんですよ。なぜならその方がどんどん自分の知らない世界を体験することができるからです。当然極端なのは抜きにしてくださいね。だからこそ恋愛で沼らせるには黒の部分と白の部分が必要なんです。天使と悪魔です。特に男性の方が強い男性を相手にするときはこの黒の部分が必要なわけです。多くの人は好きな男性には天使、まあ従順な人ですねって言おうとします。要は従順すぎず、ある程度は可愛いわがままを言ったり自分の世界観を持っていると、そんな女性は愛されるんです。そして3つ目です。3つ目は一人の時間を大切にできているになります。皆さんに聞きたいことがあります。皆さんは彼がいなくても人生を楽しんでいますか、ということです。多くの女性は彼次第になって自分の人生を楽しめてない人が多かったりします。ただ人生は2人でいるより1人でいる時の方が当然多く時間がありますよね。そんな1人でいる時こそが恋愛に大きな影響を与えているんです。皆さんはいかがでしょうか？なので彼に自分の幸せを依存するのではなくて、自分の人生そのものを自ら楽しむように心がけてください。そんな女性が魅力的で彼に会いたいと思わせるからです。そして4つ目です。4つ目は相手の欲しいものを全て与えないになります。男性が沼る女性は相手の欲しいものを7割くらいを満たそうとします。ですが全ては与えません。7割くらい満足させて残り3割くらいは取っておくんですね。ドラマで言えば1回完結のサスペンスドラマではないんです。月9のような連ドラなんです。いいところで終わり、次回の予告もきちんと行うわけです。続きを見たくなるような感じにするんですね。どのようにしたら相手の心が動くかを知っているということです。相手の心を自分の思い通りに動かしていく技術に長けているわけです。例えばデートの食事中に〇〇くんモテるでしょ、かっこいいしね、と言ったりして、男性の方がそんなことないよって言ったりします。そしてまた女性が〇〇くんが彼だったら自慢できると思うわ、と距離を近づけるんです。ありがとう、じゃあちょっと今日俺ん家来ないとか言ったとしても、ごめん今日約束があるからダメなんだと言って帰るみたいな感じです。このように一旦距離を遠ざけます。でも帰った後に今日楽しかった、また遊びたいなみたいな感じで距離を近づけたりします。これが俗に言う手に入りそうで手に入らない距離感ですね。まさに続きがある連ドラのような感じなんです。相手の意図を読み相手を持ち上げる、でもそこで一旦引き下がります。ただその後はまた持ち上げます。このように少しずつ相手の心を開いて相手の懐に入っていくんです。男性にとっては強敵ですね。なのでぜひこのように男性が沼る彼の手に入りそうで手に入らない距離を作る、
という技術を身につけてみてください。恋愛を真剣に捉えすぎず、ゲーム感覚で楽しむように捉えるといいですね。恋愛は軽さと余裕が大切なので。そして5つ目です。5つ目は未知の部分があるになります。男性が沼る女性はもっとこの人を知りたいという思いから始まります。完全にその女性のことを知れていない状態ですね。好奇心がある状態です。男性は全てわからない、少し謎めいているくらいの女性や、何を考えているのかわからないような女性に惹かれたりするんです。男性は何かを攻略していくという生き物なので、いろんな疑問が出てきて、それを解決したくなるために女性に会いたくなったりするんですね。つまり隠された未知の部分がある女性に心が惹かれるわけです。だからこそ全てを見せるのではなく、未知の部分を作っておくといいということです。以上が男性が手放したくないといつの間にか沼ってしまう女性の特徴5選になります。いかがでしょうか。まとめると、まず1つ目が LINE が淡白で変則的、そして2つ目が難がある、そして3つ目が1人の時間を大切にできている、そして4つ目が相手の欲しいものを全ては与えない、そして5つ目が未知の部分があるになります。男性を沼らせたい方はぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。LINE をご登録いただけますと、男性心理道中の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。